今回は早稲田の百問の第1回です。それでは行ってみましょう。農民の踊りや結婚の祝いなどの作品で民衆の生活を精力的に描いた画家は誰か。答えはブリューゲルですね。中世イタリアに創建され、特にイスラームの医学や薬学を研究教授したことで名声を博した大学の名を記せ。答えはサレルノ大学ですね。クレタ島に生まれ、イタリアで修行した後にスペインに移って、一時はフェリペ2世の宮廷画家にもなった人物は誰か。答えはエル・グレコですね。13世紀に建設を開始したが、長らく工事が中断され、ようやく1880年になって完成したゴシック式の大聖堂はどこにあるか。答えはケルンですね。1990年代、韓国は軍政から民政に移行した。民政期最初の大統領を漢字で記せ。答えはキム・ヨンサムですね。東ヨーロッパ8カ国の独立はウィルソン大統領が発表した14か条のうちの一つの原則が適用されて実現した。この原則とは何か。答えは民族自決ですね。別名を広陵諸島というモルッカ諸島は、1623年の何々事件を契機に最終的にオランダの領土となった。答えはアンボイナですね。誰々は教皇ユリウス2世の依頼でバチカンのサンピエトロ大聖堂の改築の最初の設計を行った。答えはブラマンテですね。西トルキスタンの代表的なオアシスの一つで、14世紀にティムール朝が都を置いた都市の名を答えよ。答えはサマルカンドですね。南米のチリにおいて1973年の軍事クーデターで政権に就いたこの人は、反対派を厳しく弾圧し大量の亡命者が発生した。この人とは誰か。答えはピノチェトですね。第4次中東戦争以降、パレスチナ人は独力でイスラエルに立ち向かわざるを得なくなった。彼らは1980年代後半以降、ヨルダン川西岸地区等で投石による抗議運動を繰り返した。これを何というか、カタカナで記せ。答えはインティファーダですね。1503年頃からスペインがスペイン人植民者に先住民のキリスト教への改宗を条件として労役させることを認めた制度は何と言われているか。またこの制度によるインディオの惨状を報告したドミニコ派修道士は誰か。答えはエンコミエンダ制ラスカサスですね。第一次世界大戦までフランスの労働運動では政党の影響力よりも労働組合の実力行動による社会革命の実現を主張する潮流の方が強かった。この潮流を一般に何というか、カタカナで記せ。答えはサンディカリズムですね。ワシントン体制を主導したアメリカ合衆国は19世紀後半以降、太平洋上の島々を次々と領土にし、1898年にハワイを併合したが、その時の大統領は誰か。答えはマッキンリーですね。フランスでもナチス占領下で対独協力政府が誕生したが、その政権が首都とした都市はどこか。
答えはビシーですね。フランスの外務大臣誰々の構想により1957年のローマ条約に基づいて設立された組織体 EEC の前身であるヨーロッパ石炭鉄鋼共同体 ECSC が形成された。答えはシューマンですね。ホイッグ党の政治家でイギリスの議員内閣制の基礎を固め、初代首相とみなされているのは誰か。答えはウォルポールですね。孤島で28年間生き抜く人間の生活を小説に描いた作家は、ペスト大流行の実情についても書いている。この作家とは誰か。答えはデフォーですね。シンガポールは1819年誰々によって建設された。さらに1826年にはペナン、マラッカ、シンガポールを合わせて海峡植民地が編成された。イギリスはこれを拠点にマラッカ海峡を支配する。答えはラッフルズですね。アヘン貿易の中心的存在であり、アヘン戦争の仕掛け人とも言われ、中国のみならず日本でも活躍したイギリス商社の名前をカタカナで記せ。答えはジャーディン・マセソン商会ですね。第一次世界大戦中、イギリスはユダヤ人がパレスチナに民族的共同を設立することを支持した。この支持を表明した宣言は何と言われているか。答えはバルフォア宣言ですね。ナポレオン3世は内政面ではブルジョワジー、プロレタリアートの両勢力、これらから阻害された農民や中間層の利害対立を巧みに利用し政権を維持するとともに、外政面では人気を維持するために膨張政策を取った。このような政権維持の手法は何と呼ばれているか。答えはボナパルティズムですね。イタリアのファシスト政権が多くの国民の支持を得たのはローマ教皇庁との和解を達成するという成果を上げたためでもあったが、その時に教皇庁と結んだ条約を一般に何というか。答えはラテラン条約ですね。1890年代以降のドイツの帝国主義政策をドイツでは一般に何と称していたか。答えは新航路政策ですね。ルイ14世時代に侵略戦争を正当化するために使われた何々説は、フランス革命戦争でもダントンらによって主張された。答えは自然国境説ですね。今回は以上です。次回に続きます。今回は早稲田の世界史第2回ですね。それでは行ってみましょう。アメリカは南ベトナムを救うためにはもはや自らの軍事介入以外に方法がないと考えるようになった。1964年8月に発生した何々で北ベトナム爆撃を恒常化し、3月には南ベトナムに米軍初の戦闘部隊を投入した。答えはトンキン湾事件ですね。第一次インドシナ戦争は1954年の何々でのベトナム軍の勝利によりようやく終結へ向かう。答えはディエンビエン風ですね。合衆国の領土拡張を正当化するために唱えられたスローガンは何か。答えはマニフェスト・デスティニーですね。合衆国は米西戦争によってフィリピン、グアムなどの海外領土を獲得し、
さらに門戸開放通帳を発して中国市場へ参入しようとしたが、この時の大統領は誰か。答えはマッキンリーですね。1804年、フランスから独立した黒人国家はどこか。答えはハイチですね。蒋介石、張学良以外で西安事件に参画した人物名を中国共産党、西北軍ごとに1名ずつ漢字で記せ。答えは周恩来、楊古城ですね。1956年にスターリンを批判した当時のソ連共産党第一書記は誰か。答えはフルシチョフですね。メキシコにおいてフランスによる占領により1864年から67年に皇帝となったのはハプスブルク家の誰か。答えはマクシミリアンですね。トロツキーが初代全権代表を務めて1918年3月にソビエト政権が中央陣営と締結した講和条約は何か。答えはブレスト・リトフスク条約ですね。1926年のクーデターによって政権を握ったポーランドの政治家は誰か。答えはピウスツキですね。ウィーン体制のもと、ドイツの大学生たちがナショナリズムの運動のために結成した組織の名称をドイツ語で何というか、カタカナで記せ。答えはブルシェンシャフトですね。ナポレオン軍が駐屯しているベルリンで、ある哲学者がドイツ語を熱烈に称賛する連続講演を行った。この哲学者の名前とこの連続講演が刊行された時の表題とを記せ。答えはフィヒテ、ドイツ国民に次ぐですね。戦争拡大の危機を目前にしてフランクリン・ローズベルトと誰々は会談し、領土不拡大、民族自決、平和機構の再建等を主張する全8か条からなる何々を作成し公表した。答えはチャーチル、大西洋憲章ですね。カルボナリの結社に参加することから政治活動を開始し、後にローマ共和国の指導者となったジェノバ出身の革命家の名前を記せ。答えはマッツィーニですね。マルクの暴落、インフレの激しい進行に対してシュトレーゼマンが策定した受験法に基づき設置された銀行は不動産を担保として不換紙幣何々を発行した。答えはレンテンマルクですね。1392年に朝鮮では李成桂が高麗の禅譲を受け、日本でも南北朝が合体し政権が安定した。一方中国では何々で甥の建文帝を倒して皇帝の座についた永楽帝が積極的な外交を展開した。答えは西南の変ですね。教皇権は太陽であり皇帝権は月であるとの言葉で有名な人物は誰か。答えはインノケンティウス3世ですね。1830年に開通しスティーブンソンのロケット号が走った鉄道はどの都市とどの都市とを結んだか、2つの都市名を記せ。答えはマンチェスター・リバプールですね。第二次産業革命とも言われる新しい産業分野は
巨額の設備投資を必要としたので、大銀行が企業の設立に大きな役割を果たすことが多かった。このように、大銀行と大製造業とが密接に関係し合う資本のあり方を、ヒルファーディングやレーニンは何と呼んだか、漢字で記せ。答えは金融資本ですね。ブレトンウッズ体制が破綻し、為替は変動相場制になった。その後、さらに合衆国の貿易赤字が拡大したため、先進5カ国増床中央銀行総裁会議が1985年に開かれ、ドル安を容認した。このことは通常何々と呼ばれている。答えはプラザ合意ですね。現在のサウジアラビア王国の国境となっているイスラム新宗派の名称を記せ。答えはワッハーブ派ですね。ファーティマ朝期にカイロに設立され、現在に至るまでイスラム学の権威としての地位を保っている学院の名称を記せ。答えはアズハル学院ですね。1890年にアメリカで制定された独占を規制するための法律の提案者は誰か。答えはシャーマンですね。ロジンの作品「狂人日記」が最初に掲載された雑誌名を漢字で記せ。答えは新青年ですね。排日条項を含む移民法を初めて制定した時のアメリカ大統領は誰か。答えはクーリッチですね。今回は以上です。お疲れ様でした。今回も早稲田の世界史100問第3回ですね。では早速行ってみましょう。チリで人民連合政権を率いてアメリカと対立する政策を取り、軍部のクーデターにあって自殺した大統領は誰か。答えはアジェンデですね。一定の土地と先住民の支配をスペイン王が植民者個人に委ねた土地制度を何というか。答えはエンコミエンダ制ですね。今日の欧州統合につながる欧州の連携を提案した第二次世界大戦後のフランスの外務大臣は誰か。答えはシューマンですね。ローズベルト、チャーチル、蒋介石によって対日処理方針が定められた宣言は何か。答えはカイロ宣言ですね。イギリスをはじめ諸外国との交渉に関わって1861年に創設された清朝の機関を漢字で記せ。答えは総理衙門ですね。1938年、チェコスロバキアの何々地方のドイツへの割譲を決定したミュンヘン会談に出席したのは、ドイツのヒトラー、イギリスの誰々、フランスの誰々、イタリアのムストリーニである。答えはズデーテン、ネビル・チェンバレン、ダラディエですね。教会史の父と呼ばれ、教会史などの著作で有名であるが、皇帝を神の代理人とする皇帝理念を提唱し、それがビザンツ帝国の帝国理念に継承された。この人の名を記せ。答えはエウセビオスですね。19世紀後半、イギリスに対するアイルランド人の不満は高まっていった。こうした状況下で、誰々によって初めてアイルランド自治法案がイギリス議会に提出されたが、
それが可決されたのは何々年のことであった。しかしアイルランドの中にはイギリスから分離独立を求める声がシンフェイン党を中心に高まり、彼らは1916年、いわゆる何々蜂起を起こした。答えはグラッドストン、1914、イースターですね。ビザンツ様式の代表的建築であるサンビターレ聖堂はどこにあるか。都市の名を記せ。答えはラベンナですね。18世紀の啓蒙主義者はビザンツ帝国を古代ギリシャ、ローマの堕落した世界と評価した。ペルシャ人の手紙の著者もその一人であるが、この人の名を記せ。答えはモンテスキューですね。イランでは1925年に誰々がカージャール朝を廃して自ら新しい王朝を開き、立憲君主制に基づく近代国家の建設を目指した。答えはレザーハーンですね。モンゴルの3度にわたる侵入を退けたベトナムの王朝を漢字で記せ。またその王朝で使用された民族文字を何というか漢字で記せ。答えは陳朝、チュノムですね。宋の奇僧が領からの脱会を企てたものの、結局金の領域に入った地域を漢字で記せ。答えは円雲16州ですね。ウィルソンが進めた重要な法律で、シャーマン法の制限事項から労働組合や農民組合を除外し、労働争議禁止命令の廃止等を規定した法律は通称何と呼ばれているか。答えはクレイトン法ですね。宗教改革の後、カトリックの国々でも国内の司教権を教皇権から独立させる主張が現れた。これをフランスでは何というか。答えはガリカニスムですね。フランスではルイ14世の宰相マザランの時代に貴族反乱が起こり、この鎮圧によって絶対王政が確立したと言われる。この反乱の中心となった機関は何というか。答えは高等法院ですね。人間は万物の尺度として真理や道徳の主観性を説き、普遍的真理の存在を否定したのは古代ギリシャの誰々である。答えはプロタゴラスですね。北魏の何々帝は金殿制や村落統制の組織である何々制を敷き、都をどこどこから洛陽に移し、種々の管轄政策を実行した。答えは公文帝、三朝制、平城ですね。前漢の武帝が財政難を打開するために行った2種類の物価調整策の名を漢字で書きなさい。答えは金融法、平準法ですね。中世末期、農民反乱に際し、アダムが耕し、イブが紡いだ時、誰が領主だったのかの格言を農民に交渉させたのは、この反乱の思想的指導者であった誰々である。答えはジョン・ボールですね。1944年8月から10月にかけて、連合国の代表が集まって国際連合憲章の原案を作成するための会議が開かれたが、開催されたワシントン郊外の場所はどこか。地名を記せ。答えはダンバートン・オークスですね。
1927年にフランス外相ブリアンの提案で米仏間に成立した後、翌28年に15カ国が調印して、いわゆる不戦条約が成立したが、この条約成立に関わったアメリカの国務長官は誰か？答えはケロッグですね。ナポレオン時代に結成され、その後イタリアの統一をも目指してナポリ、ピエモンテ、中部イタリアなどで放棄した秘密結社の名称を記せ、答えはカルボナリですね。人民相互の契約によって国家、政府が成立したとする社会契約説を唱えた思想家の中には、結果的には絶対王政を擁護する人物もいた。その代表的な人物は誰々である。答えはホッブスですね。党の勢力を退けて朝鮮半島の大部分を支配した新羅の社会では、異界、官職のみならず生活様式までも制約する何々制と呼ばれる士族制的な身分制が施行されていた。答えはコッピンですね。今回は以上です。お疲れ様でした。今回は早稲田の世界史最終回ですね。では行ってみましょう。巨大化した企業に対して世論は反発し、一連のいわゆる反トラスト法が作られることになった。スタンダード石油を主要標的にした何々法は有名である。しかし巨大企業の抑制は容易でなく、1914年には後者の方を補強する形で何々法が制定された。答えはシャーマン・クレイトンですね。石油業においてはスタンダード系を中心とするアメリカ大石油会社は、イランで独占的地位を確立していた何々石油会社などのイギリス大石油会社とともに世界を支配していた。答えはアングロ・イラニアンですね。ファシスト政権と教皇長官の和訳で、教皇庁の所在地区が世界一小さな独立国として誕生した。この和訳名を記せ。答えはラテラン条約ですね。アロー戦争は英仏連合軍と清軍の間の戦争である。この時のイギリスの君主はヴィクトリア女王であったが、フランスの君主は誰か？答えはナポレオン3世ですね。東大において儒学が振るわなかったのは、科挙の試験にとって準拠となるべき国家的学説が必要とされたために、訓古学に力が注がれたからであると言われる。そうした訓古学の代表的な作品として供養脱の偏著になるものがあるが、なんというか。答えは五教正義ですね。神によって導かれたものであることを宣言し、スーダンで1880年代に始まった反イギリス外国人排斥運動を指導し、聖戦に乗り出した人物は誰か。答えはムハンマド・アフマドですね。この言葉は北米大陸全体への合衆国による領土拡大を神がアメリカに与えた天命であるとする考えを示しており、太平洋岸への領土拡大を正当化するものであった。この言葉は明白な天命とも訳されているが、英語で何と言われていたか。答えはマニフェスト・デスティニーですね。フランス軍がアウステルリッツの戦い、イエナの戦いに勝利し、ロシア軍をも破った後に締結された条約で、フランス、プロイセン、ロシア間で結ばれたフ
フランスの大陸制覇の完成を示す条約名とその締結年を記せ。答えはティルジット条約、1807年ですね。無人島における28年間の孤独な自給自足生活を描いた物語の主人公の中に、資本主義の精神に照応する思考を読み取った人で、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神を書いたのは誰か。答えはマックス・ウェーバーですね。アレクサンドルス統制時代から知られ、早くから東西交易の要地として繁栄し、南北朝、隋、唐の中国では公国と記され、またその後ティムール帝国の都として栄えた都市はどこか。答えはサマルカンドですね。中国共産党創設期の指導者の一人で、国境合作の指導にあたり、後に張作霖に捕獲されて軽視した人物は誰か。答えは李大鐘ですね。何々朝は10世紀にバグダードに入ったイラン系の軍閥政権である。この政権確立以後、カリフの政治権力は全く名目的なものになった。答えはブワイフ朝ですね。30年戦争の講和会議でアルザスを自国の領有と認めさせた宰相は誰か。答えはマザランですね。古典の教養に富む誰々は、宗教改革の時代にローマ教会の腐敗を風刺した著書で有名になりながらも、常に宗教的寛容を説いた。答えはエラスムスですね。第一次世界大戦中、イギリス外相はユダヤ人が戦後パレスチナに国家を建設することを支持するに至ったが、19世紀末に始まるユダヤ人国家建設運動は何と呼ばれるか。答えはシオニズム運動ですね。南北戦争後、奴隷制が廃止された南部プランテーションでは、主として賃金の支払い能力に欠けるプランテーション所有者は、農具、家畜、肥料、その他生産に必要なものを農民、農業労働者に貸したり提供したりして、収穫の2分の1から3分の2を取った。この新しい制度は何と呼ばれているか。答えはシェアクロッパー制ですね。岩陽光は1832年に広州で創立され、イギリスの対中国進出の中心的存在であった。船舶運輸業、銀行業、建設業など広範な業務を営むこの会社のイギリス名をカタカナで記せ。答えはジャーディン・マセソン商会ですね。このイスラムの英雄はキリスト教徒の手からエルサレムを奪回し、第3回十字軍とも大いに戦ったばかりではなく、寛容という点でも有名であった。彼が起こしたのは何という王朝か。答えはアイユーブ朝ですね。中国の統一を目指して広州を出発した軍隊は、当初中国国民党一前大会の決定に基づいて設けられた学校の学生を中心に編成された。この学校を何というか。答えは候補軍官学校ですね。ウィーン会議においてロシア皇帝を国王とするポーランド立憲王国の成立が認められたが、このロシア皇帝とは誰か。答えはアレクサンドル1世ですね。この作家は第一次大戦のイタリア戦線での体験を生かした恋と戦争の物語、スペイン内乱に取材して
ファシストと戦うアメリカ人を描いた小説などで知られている失われた世代の作家の一人である。彼はノーベル文学賞を授与されたが1961年に自殺した。この人物は誰か。答えはヘミングウェイですね。ヨーロッパの軍事技術などを導入して富国強兵を図ろうとした清末の近代化運動は1860年頃から展開したが、この運動を推進した人々の主張を漢字4文字で記せ。答えは中大西洋ですね。30年戦争時にドイツに侵入してきたスウェーデン王の軍とリュッツェンで戦った名将で、シラーの代表的刺激の主人公となったのは誰か。答えはワレンシュタインですね。1920年代、反共・排外の保守化傾向にあった合衆国で、イタリア系アナーキストが殺人罪に問われ有罪となった。これには明白な証拠がないため、内外の赦免運動が起こったが、それにもかかわらず処刑されるという事件があった。この事件はこの時代の風潮を象徴する出来事とされているが、何と呼ばれているか。答えはサッコバンゼッティ事件ですね。第二次大戦末期に連合国により通貨の安定や国際貿易の円滑化を目的として開催された会議は合衆国ニューハンプシャー州のどこで行われたか。またここでの協定に基づき設立された国際連合の一機関で、世界銀行とも別称されている専門機関は何か。答えはブレトンウッズ国際復興開発銀行ですね。問題は以上です。長らくお疲れ様でした。では受験本番頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。東京横浜で家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。